動画のご視聴ありがとうございます。姫崎美むです。逆転裁判3、続きからやっていきましょう。ということで、今回もね、トレビアン調査進めていこうと思います。前回、この回で言うと初めての裁判だったんですが、まあ、判決を伸ばせたっていうのは好成績だけど、事件の概要としてはそんなに進んでないので、えー、事件の真相に迫るべくね、今回も張り切って調査に行こうと思います。1月7日、午後12時52分。なるほど、法律事務所。多分今回は事件についてもちゃんと進むと思うんだよね。 今日の法廷どうだったのかなどうってなんだか余計にこんがらがっちゃったよ。そうだな、あの迷惑なおじさんの証言。うん。コーヒーに白い粉を入れたウエイトレスは誰だったのか。おじさん、エプロンの紐とリボンしか見てなかったんだよね。それに鼓膜の破れた耳にイヤホンをしていた被害者。まあ、不可解だよね。うーん、世の中矛盾だらけだよね、本当に。とにかく、一つでも多くの答えを見つけないとね。 マコちゃんのためだもんねいっちょやるよこのマユイちゃんの気さくなっていうかポジティブな感じがいいよね相談するえと、ー、こから手をつけたらいいかなとそうだねなるほどくんはどう思うとにかくあのおじさんの証言をどうにかしたいよねうんうんそれに被害者にコーヒーを運んだウェイトレスと被害者自身やっぱり事件の鍵はトレビアンにあるんじゃないかなまあ現場だしねよしじゃあそれで行ってみようああとマコちゃんを励ましてあげないとね優しいなマユイちゃん どう何か気づいたことあるかなああそういえばなんだ結局どうなったのかななるほどくんの偽物あ,あ忘れてたななんでこの BGM? そのこといたねこいつどう見てもなるほどじゃねえけどなな,なんか猿みたいなあの吠え方するよねボトクリこかし回してさらにしばきたしたからもう一回やらして <laughs> ボテグリこかし回してさらにこれしばきたしたろが言われいあ言えた <laughs> そういういゲームじゃないんだけどさ、えー、なるほど隆一あんたがガート俺だって言うんでねうん言うたら Y だったわこのイのことやと実は心当たりはあるんだよそいつのことあれ知ってるの偽なるほどくんそうか迷イちゃんはアルバイト中だったっけ1日で終わったのアルバイトあれで偽物だったら名誉毀損で訴えていやてか名誉毀損で訴えるべきだよこれねえそもそも、えー、あいつの狙いは一体何なんだ なんか目だけパッチリしてるよね異様に移動するかじゃあ糸の子とまあ、こちゃんに嫌われちゃってるみたいなんだよね糸の子えー、嫌われちゃってるっていうか前回の法廷で裏切られたっすみたいなまあ、こちゃんはそう感じちゃったからまあ、こちゃんが今糸の子のことを嫌いになっちゃってるんだよねここの2人の関係性もちょっと、えー、注目していきたいなって思ってるけど警察署刑事課糸の子さんいないねあいないのかそれよりなんかいつもと雰囲気が違うぞ あれそうかな妙に先立ってるというか、ないしは聞き込みの人員を早く回してくれ。えー、署のサーバーマシーンシャットダウンできないのかんインターネットはやめろ <laughs> インターネットやめろの手書き MV 動画、この前、この前ってことでもないけどあげたよ。いやー、しかしメール友達のさよこさん。メール友達のさよこさん。昭和えー、こんなにしてください。スイッチ切りますよ。あれかサーバーダウンでもしてんのがなんか乗っ取られてる情報引き抜かれてる さよこさんみんななんか生き生きしてるねバタバタしていると言った方が正しいんじゃないかな何か事件が起こったらしいなそれも重大なええー、聞いてみるか課長ええー、はい嫌いと呆然としてる仕方がない気分を変えて手紙昭和から今度大正ぐらいになったかもしれないさよこさんお元気ですか僕は元気てかメール友達のさ住所知ってんのうん私課長になりたくなってきたよ 世の中の課長、これで務まるか <laughs> えー、刑事さんだろうか。何やれ一人でブツブツつぶやいている。ひったくり、ひったくられて痛み分け。決まりだな。一見、標語っぽくないのがいい。<laughs> 赤信号を無視して死ぬな、人として死ね書いた刑事だよな、こいつ。防犯キャンペーンの標語考えている。えー、ようにはとても見えない。前回のは落ちたか。まあ、そりゃそうだな。過激だもんな。えー、じゃあ、留置所行けばいいのか。はい、同日、防止国、留置所、面会室。 おえまこちゃんもいないのねま、まーこーちゃん <laughs> もう、やりたい放題だな、まゆいちゃんや。やめろよ。遊びに来た子供じゃないんだから。でも、まこちゃんのこと、好いてるね。まゆいちゃんも。なんか、微笑ましいね。えー、同日、某時刻、レストラン、トレビアン。いやー、お客さんがいないのね。本土坊はいるか昼飯時なのにな。お来た来た来た。あれ、この声。 あ、糸の子いた。そう、そこで8っす。カモンっす。宝くじやってんのかなんか一人で熱くなってるよ。うが、外れ、え、外したっすか。8なら500円。ぐー悔しい。<laughs> やっぱ宝くじだ。何も抱いてるんですか糸の子さんあ。あんたたち。まあ、その、<laughs> ちょっとその、<laughs> ラジオ聞いてたっす。ラジオ。あ、糸の子さん、ランチ食べてる。あ、食べてんの ほんとな肉八そんな金ある肉八セット買える金いいとこないっすね話すかとりあえず今日の法廷はもう最悪っす自分はまこくんに合わせる顔がないっすいい調子で追い詰めてましたからねまこちゃんのことどうして今日に限ってやっつけてくれなかったっすかすすいません珍しく隙がなかったから までも毎回一回で決まる法定はなかなかなくない。いつもは好きだらけでスカスカなのにね <laughs>。スカスカスカ。スカスカスカ。スとかしか言ってない。え、まあ当たり前の話なんだよな。一度は判決が下っている事件だ。そう好きがあるわけがない。あの、マコくん、何か、うん、聞かない方がいい、糸の子。いや、聞いた方が燃える、燃え上がって、頑張る普通ってな、いや、ならねえな。 糸の子のことだから結び泣いて部屋から出てこなくなりそうそうですねうんひどいっすもう嫌いっす顔も見たくないっすとかなんだ言ったの <laughs> 言ったのまゆいちゃんう <laughs> ほらほら,ほらもう引きこもっちゃうってこれ引きこもっちゃうよ絶対たひのこさん自分はほら泣いてる絶対 カメラタブはもう桜ん状態になっちゃった。やれやれ、かわいそうに。いや、慰めろよ、少しは。戻ったんか、正気に。糸の子刑事、どうですか肉鉢セットは。こんな高い昼飯は生まれて初めてっす。食べてて、あまりの緊張に手が震えるっす。でて、お味の方はそうっすね。さすが、2980円だけあって、なんというかチンミス、珍味っす。珍味まあ、ある意味な。あの、刑事さん。 まずくないんですかそれどうだどどうしたのかな糸の子さん何やらじっと考え込んでるぞこの味がまずいのかまずくないのかがわからないんじゃないそれっす実はさっきからこの料理にふさわしい言葉を探していたっす今わかったっすまずいだったっす <laughs> 今わかったんかいはあ2980円も払ったからその事実を認められなかったっすそういうのあるよね 食べ終わってから教えてあげればよかったな。えー、被害者の岡田香さんもわざわざ食べに来たのかな恐るべき肉八セットの噂を聞きつけてこれしかないの。えー、被害者か、そういえば今更だけど、岡田香の情報ほとんどないんだよな。そうだよね。せっかくだし、聞いてみる糸の子さんに。ま、あ聞いてみよう。ま、あラジオか、次は。えー、そういえば一人で大騒ぎしてましたよね。え、ああ、そうそう、ラジオを聞いてたとか。べ、別にそんな大騒ぎなんて。 ねえねえ何聞いて興奮してたんですかいやーそのーララジオ体操っす <laughs> 隠す意味ねえし一つサイコロックはは <laughs> しいっすねオマールエビはさっき「まずい」っつってたじゃん糸の子さん声が裏返ってるよえー、まあこれはとりあえず置いといてえー、岡田顔のこと聞こうかはいかなり腕のいいプログラマーだったっす 職場じゃ歩くコンピューターと呼ばれていたらしいっす。じゃあ、そもそもプログラムを作る必要ないね。そういうことじゃない。<laughs> 確かにな。とにかく、マコんと接点がないのは確かっす。昨日聞いた話とあまり変わりませんね。ねえねえ、もっと楽しい情報はないんですか楽しい情報っすか。そうっすね楽しいあ、そうっす。いっそう彼の職場に、あ、それはいいんじゃないかえー、行ってみるっすか岡高夫さんの てか、そこをもうやるべきだろ。えー、確かバグ出すとかいうコンピューター会社っ何回聞いても嫌だな。バグ、バグを出す会社って意味になっちゃうじゃん。バグ出すなんて名前にしたら。なんかやり手っぽいな、そうかな。まゆいちゃんはそう感じるか。ならそういうことにしとこうか。えー、面白そうだよ。なるほどくん。機械苦手なんだよな、僕。大丈夫。ハイテクならまゆいちゃんに任せて。うん。任せられる気がしない。本当だよ。 このレストランの近くっすから行ってみるといいっすコンピューター会社バグダスかあ行けるのかっとこれは気になるなとりあえず行こうバグダスえあビタミン広場先行くかああるじゃんあのバイクあれおじさんいないよ隠れてんじゃないこれあるから豆を買いに行ってるのかもしれないね何にしてもあまり会いたくないな今はもう今日は十分食わされたからな豆ならあいない これはあれこれって近寄らない方がいいよ。ものすごいことになるから。<laughs> どっかで見張ってんのえー、どうやら近くに、ああ、これで <laughs>、これで訴えるために、あれか、これをわざと置いておいて見張ってんのが、本物は都会に捨てられた子猫みたいなのにね。えなるほどくんも頑張って、早く虎になるんだよ。偽物を目指す羽目になった。偽物を目指す羽目になることあるんかえー、移動する。 トレビアンからじゃないといけないか。はい、バグラス行ってみよう。ちゃんと株がついて、あ、え、人いるじゃん。珍しいなんか背景に人いんの。背景とか言っちゃったけど、だいたいいつも課長、刑事、監修だもんね。白いな、空間が。うわ、ハイテクの香りがするよ、なるほどくん。そうだね。まあ、コンピューターの会社だからね。どうしたのかな、君たち。あ、女の人あ、こ、こんにちは。 なんか、喋り方変わってる。あと何その服コンピューター会社じゃなくて、AI の会社というかあなたが AI じゃない。うん、ダメだぞ。勝手に入ってきちゃう。ここではコンピューターのプログラムを作ってるからね。<laughs> 意外とにこやか。すっごい秘密がいっぱいなんだよ。うわ、秘密ですかそうなんだ。ここで見たことは、お家に帰っても秘密だぞ。はーい。はは。 <laughs> いいな、この組み合わせも。AI 感強いお姉さんと人間味がある意味強いマヨいちゃんっていう。なんだこの教育番組のお姉さんみたいなロボットなの本当に。人じゃないの小池恵子。なんかいろいろ浮かぶ。<laughs> なんかいろいろ浮かぶ名前してる。お姉さんは小池恵子っていうんだね。この会社のなんと社社社社、社長、社長あなたが。 あの社長ですかみたいな言い方したけど、今まで全然存じ上げてなかったけどさ、この会社の、なんと社長さんなんだよ。ゃ、社長さんですか人間だったのかま、あ人間でしょ高性能すぎだろこれ、ロボットだったら。そういえば、岡田香と同じ装置をつけてるな。っていうか、すごい、質素すぎじゃない二人だけで大丈夫この会社。お眼鏡だっけまあ、二人だけじゃないんだろうけどさ、にしても人が。モノクルだよ。実数しか合ってないじゃないか。 バグダスのプログラマーはみんなつけてるんだよ。そうだね、つけてんね、後ろの人も。社長さんも作るんですかプログラム。お姉さんはね、雰囲気だけ楽しんでるんだな。確かに私も欲しいもん、ちょっとだけ。迷いちゃんは、数図とかがやっぱ合うんじゃないあの、この会社ってどういう。そうだね、わかりやすく説明すると、ある企業が必要とするデータ管理システムを分析して、 ベストなオペレーションソフトとソースの配信もしてるんだね。意味わかんないね。<laughs> 迷いちゃう。まあまあ、そうか、そうだよな。いいよ、雰囲気だけつかんのけば。そうやって作ったプログラムを CD にして売ってるんだよ。CD ですかそう、コンパクトディスク、データをしまう円盤だね。 でも優しそうだな話し方が。なんかこの見た目だと思ってさキリッとした話し方なのかなって思ったけど口調がキリッとしてないんだよな。CD って音楽だけじゃなくてプログラムも記録できるからな。数は少ないけどみんなすごいプログラマーなんだぞ。少数で優秀な人材を固めてるってことか。ちょっと話を聞いてみようね。<laughs> 案内人だ。すみません。今何をインタビュアーかな社長さん。 え何、何ラジカルグローバル性のメモリーで、おるるるるる。だから、マジロイテルと同じソースうタイムライスに。えーと、協調型のグローバル定数が何言ってか分かんないな。どんな感じあの、翻訳頼みます、小池さん。とまあ、こんな感じなんだね。よい子のみんなは分かったかなははは。ゆいちゃん、うつろに微笑んでるな。ゆいちゃん一応合わせてくれるんだよね、こういうところ。えー、社長さん知ってますよね、事件のこと。うん。 えーたいやそんなこちらが今回殺された岡高尾さんですみたいなこの手の一段なん。高尾君が殺されたあれかなかわいそうだったね。何かご存知のことありませんかうん。警察のおじさんも来たけどね。お役に立てることはなかったな。うん。犯人のウェイトレさん。<laughs> こちらが犯人ですみたいな。やめてその手。えー、会社とは関係なかったしね。そうですか。 岡さんのデスク、あ、違う、<laughs> なるほどだ。岡さんのデスク、もう片付けちゃいましたかそれが、まだあるんだね。目の前のこれなんだよ。あ、これか。欲しいものがあったら、持ってっちゃっていいよ。親族とかが持ち帰るんじゃないのこういうのって。手がかりになりそうなものを探してみるかそうだね。とりあえず。もっと喋りたいな、なんか。ちょっと。自分、自分に、何歳か分かんないか。えー、女社長で岡田顔の上司ロボットではない。 あのちょっとこれ見てもらえますかそのデータへのアクセスにはパスワードが必要なんだねああまあ秘密っていうことだね自分のことはんなさ山と来たら川で決まりでしょ普通 <laughs> そういうことかいしゃべる気はないってことかなるほど岡田香さんのことそうだね聞こうかはいあの岡田香さんのことですけど優秀なプログラマーだったね天才っていうのかな ちょっと正確に問題があったけど正確にちょっとルーズだったんだねそのせいでちょっとしたトラブルに <laughs> ちょっとが多いしサイコロックがかかりそうどどうしたんですか優秀なプログラマーだったね天才でバグったロボロボットになってる本当にだから何の問題もなかったんだねいやいやさっき確かにちょっとしたトラブルって聞き出す必要がありそうだなトラブルそうだね話せるようになってるわ あの、岡高尾さんですけど何かトラブルに巻き込まれていたんですかうんどうしてそう思うのかなさっき言いかけてたじゃないですかルーズな性格のせいでちょっとしたトラブルにってうん言ってやっぱりやっぱりなかかると思って3つね多いな糸のことは全然違うサイコロックかやっぱり秘密があったんだね岡高尾さんプログラマー秘密あるだろうね うーん調べようあなたは脇目も振らずキーボードをカタカタ叩いてるいやーすごいなこれがプロなんだねやっぱりこれからは手に職をつけないとダメだねそうだな私も豆のおじさんに弟子入りしようかなやめとけ霊媒師の修行はどうなってるんだろうまあでも安泰じゃないああ二人ともか後ろのこれはおおコンピューターだよなるほどくん賢そうだね見るからにでもこいつを作ったのは僕たち人間だからね でも、その僕たちの中に、なるほどくんは入ってないよね。そうだよね。でも、それは、まよいちゃんも一緒だろう。でも、君たち、バカなことで <laughs>、あれ意外とちゃんと聞いてる話を。バカなことで喧嘩しないでくれるかなコンピューターに笑われちゃうぞ。笑,笑顔で、辛辣だっケイコさんに笑われちゃうって、なるほどくん。だから、これは人間だよ。まだコンピューターって持ってんのわ、ひどい机だね、こりゃ。どうよ、なるほどくん。別に、普通じゃないかな。 でも仕事にならないよね。こんなに散らかってたら。そうかな。できる男は仕事場を選ばないからね。<laughs> まあ、なるほど。の机もこんなんなんだろう。僕の机を片付けさせようというつもりだろう。絶対同意するもんか <laughs>。また言われるよ、恵子さんに。あれこのカレンダー。ん机なら片付けないけど、何か、いや、硬くな。こ、これ、12月3日に赤くマークがついてるよ。12月3日。そうだね。殺害された日じゃないか。 他に何か書いてあるうんえーとね「ゼニトラ」偽なるほど偽なるほどトラトラトラとら言われてたじゃん <laughs> そんなトラトラトラとらとら言われてなかったがでも今んところトラで思いつくのは偽なるほどだけどどうなんだゼゼニトラあの人の名前聞いてないよねえー、事件当日12月3日にゼニトラと会うとメモが書き込まれているうんこれ下もなんかすごいなうわ切符がいっぱいあるよ それ全部ば馬券か馬券？えー、勝ち馬投票権競馬だよ引き出しにも入ってるずいぶんいっぱいあるねギャンブル好きだったんだこれみんな外れ馬券みたいだなだから宝くじも500枚以上 <laughs> すげえなこれだけあれば100円ぐらいにはなるかもねなるほどくんも悪だねそういうものじゃないんだけどなそうだね壁も調べられんだなんか落ち着かない形をしてるな なんで曲がってるのかな国あって。ああ、このオフィスは未来がテーマなんだね。未来未来的なデザインって何だろうって考えて、この形に落ち着いたんだね。<laughs> ずっと案内してる。やっぱり落ち着かないな。なるほどね。これぐらいか。トラブルについたまだだな、多分。えーっと、えー、大した隠し事じゃなさそうだから、行こう、くらい。 まあ、いけるっしょ。はい。ラジオ。さあ、糸の子刑事、聞かせてもらいましょうか。うう、改まって聞かれると余計言いにくいっす。すぐ楽にしてあげますよ。殺すな。殺す時すの言い方だぞ、それ。あなたがラジオを聞きながら絶叫していた内容を考えれば、大体わかりますからね。聞いていた番組の内容は、えー、どれだか寺。くらえ。い <laughs> そっこもしかして、糸の子刑事。 宝くじじのの当選番号の発表を聞いていいてたんじゃないですか被害者の大片顔にあやかってでかいのを当てようとしたああんたは超能力者っす誰でもわかるな,なんだもうしまいかよ <laughs> いやそうだろう、うん、だからかえって言い出せなかったっす早いないやー楽だわいどの子楽だけどそれなら最初から言ってくれよ結構当たるもんだなと思って買ってみたっす宝くじですかででどうでした 外れたんだろう。50円当たったっす。全然当たらないより、かえって腹が立ったっす。気持ちはわかるな。まあいいじゃん、50円当たったんだから。岡田顔と同じくじを買ったっすがね。ラジオ番組と連動していて、なかなかスリリングだったっす。くじの抽選の様子を生放送、これが燃えるっす。実際の宝くじも生放送されてるっぽいよね、当選番号。岡田顔さんもそれを聞いていたんですね、きっと。うん、そうだね。ところで今、何時ですかえ 1>, 1時半ちょっと過ぎっす。その宝くじのラジオ番組はいつもこの時間に。そうっす。えー、くじ売り場でもらったチラシがあるっすよ。うん。えー、毎週月曜午後1時半、地上で最もスリリングな10分間をお届けいたします。10分間なんだ。長寿ラジオか。いいね、長寿って響き。あ、長者か。なるほどくん。私もやってみたい。長寿じゃご老人になっちゃうね。自分のお小遣いで買えよ。<laughs> すごい冷めた言葉で終わった。えー、 あ、キッチン行ってないね。同日某時刻トレビアン、キッチン。誰かいるかあれ店長さん、誰かと話してるよ。ああ喋った <laughs> あれ前回もしゃべったとか言ったっけいや、前回喋んなかったんだっけどっちだっけあの、まゆいちゃんのさ、メイド姿、見たい見たいの時に来たよね。前回の裁判さ、おっさんだらけだなって言ったけど、今回意外と女性多いんじゃない来月、また来ますから。 おまお、お、お待ちしてるわね。うん。すっごいおま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 言ったけど。今度いただけなかったら、つけますね、火。いやだわ。ちゃんと用意するから。好きなんです、火を見るの。ふ <laughs> ふ。ののののののやめてちょうだい。裏切らないでくださいね、私。いつも見てます。<laughs> すっごいストーカーかヤンデレ衆がすごい。 そんな、信じてちょうだいよ。働きたいの、ここで。喋ったら、刺しますから。おい、はい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 、通報通報通報、いとの子。もう通報じゃん、こんなん。警察いるし、この場に。殺害欲告は立派な犯罪になりえます。<laughs> 刺されそう。この場にいてこれ言ったら刺されそう。ええー、包丁でね。うん。だから大丈夫よ。もう、心配屋さんなんだから、心配屋さんで片付ける本土もつえそんなあなたにはこれよ。サンダルウッドの香水。 好きなんです、お刺身。<laughs> ほんとも、ほんとも頑張ったよ。こんだけ普通に喋ったんだから。じゃあ私、帰りますから。ちょい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 ちょっと待って。ちょ、こっちでも鼻ああ、いなくなっちゃった。うー気持ち悪い。いや、直球。塩でも巻いておこうかしらね。それ OSOS OS。うげわ。あららあら、ごめんなさい。 豆の次はしようか。目が痛い。痛い。絶対痛い。そんな時はこれ、サンダルウッドのまたそれ、香水よ。さっきの余り物じゃないですか。だよな。話そうぜ。それにしてもお客さんが来ませんね、このレストラン。おお、そうね。ちょうどいいんじゃないかしら。お客様にはゆったりとお食事してほしいから。その心意気は素晴らしいんだけどね。強がり言ってるぞ。うん、女心だね。 マユちゃんは女として見てくれてるんだね。でもおかげでお店は苦しくなるばかり。やっぱりイトリビアンの「と」のイメージが悪かったのかしら。吐息が漏れるほど美味しいっていう意味だったのに。あ、なるほどね。愚痴こぼし出したぞ。ちゃんと考えてるんだ。うーん、めめしいね。マユちゃん、ホント坊さんが男だって忘れかけてない。ママ、いいじゃん。<laughs> あの、こいつが犯罪を犯したらよくないけど、上着は羽織ってほしいけどね、さすがに。でも、このお店は私の全てだから。 何としても守り抜いて見せちゃうんだから。あの、誰なんですかさっき帰っていた女の人は。すっげえ痩せてないこの人。おーらら、見てたのかしら。ええー、すいません。なんかこう、しとやかな人でしたよね。まゆいちゃん、いい言い方するね。しとやかな人。え、し、しとやかお刺身と家事が大好きとか <laughs>。それ、しとやかなるうん。今さっき読んだところだから、ちょっと、まあ、さらっと行くけど、ここは。 この辺の会話を考えれば、何の話をしていたのか、なんとなくわかる気がするな。じゃあじゃあ、その証拠品見せてみようよ。ええんえんな、あれ、あの女の人入ってない。亡くなった方ね、初めてのお客さんだったわ。え記念すべきお客さん第一号そうじゃなくて、トレビアンに来たのが初めてだったの。お気の毒ね。なるほどね。まこちゃんは その顔を見せられるととても辛いわ。マコちゃんですか超人的に不幸な子だったって聞いたけど、聞いてたけど。うん。うちの店に来なければ、こんな目には合わなかったわ。受水でぞれ。ごめんなさいね、マコちゃん。まあ、お前のせいでもあるしな。<laughs> あの、宝くじ、宝くじに関しては、まあでも宝くじの当たりをマコちゃんのウェイトレスの制服に入れたのは違う人だろうから、まあ、なんとも言えないけど。あ、これか。 それがある限り、私、翼の折れたエンジェルなのを思いっきり、そのまんま、<laughs> なんか伏せたりもしないんだ、翼の折れたエンジェルそのままなんだ、なのね。エンジェル毎月毎月、ぎゅうぎゅうに絞り上げられた上、ついには、あんなことまで手伝わされちゃって。あんなことあ借金がなければもちろん断ったわよ。でも、仕方ないじゃないの。一体何を手伝わされたんですかそ,それだけは言えないわ。言っちゃったら、 あの女にお刺身にされて、わさび醤油で食べられちゃう。お刺身にされちゃうか。殺人手伝った <laughs> なあ、なあ、本の某。殺人手伝ってないかどうやらさっきの女の人、えー、車書と関係があるようですね。うん。あの女の人のこと聞かせてください。そうだよね。これは聞こう。泣いてるけど。さっき帰って行った女の人は、やっぱり はあ、まったく。どうしてこんなことになったのかしら。気がついたら、借金まみれ。社長が悪いと思うんだけど、あ、じゃあ、社会が悪いと思うんだけど。料理の腕が悪いんじゃないかな。それもある。あの、気味の悪い女はね、おー、すごい言い分だ。自分のその見た目受け入れてほしかったらよ。他の人の見た目も受け入れろよ、お前。えー、お察しの通り、ローン会社の子。ローン会社、5000万円を借りているところですか ええ、ええ、借りようぜって言うんだけど、<laughs> そんな、あの、いないれみたいなさ、いないれの曲にそういう曲あったよね。なんか、つながりいいよみたいなやつと同じような感じで。なんか、軽い気持ちで借りちゃいたくなる名前ですね。あそこで借りるなら、千円までにしときなさい。せ <laughs>、千円そんなのまゆいちゃんのお小遣いじゃないか。いくらなんでも、もう少しあるよ。本田坊さんが五千万円借金している会社か。事件に関係あるのかなあ、借りようぜのこと聞ける。私、 涙で綺麗になるタイプの女なのね。あいつのおかげで借金は5000万円に膨れ上がって。もう何を言われても逆らえないわ、あいつに。逆らえないから、指示されたから、殺したとかじゃないですか、本土坊さん。あの、あいつってどなたですかなにわのゼトラあ、出てきたゼニトなにわやっぱあいつじゃん。関西弁だもんな、あいつ。借りようぜの社長なの。それはもう怖いのよ。 でもそうだったとしたらさ、気づけよ、お前、裁判いたんだろ、最初の。まこちゃんが負けちゃった裁判。気づけよ、そこは。大阪弁で怒鳴りつけられると、3日ぐらい耳鳴りが止まなくて、オンボロのスクーターの音が聞こえただけで、私泣いちゃうの。大阪弁にオンボロのスクーターもしかして、その男、僕に似てますかおー、ノんノん、全然。もう迫力が違うわ。ああ、でもそうね、その尖った頭は、ちょっと似てるかも。 なんで気づかなかったの <laughs> もう高温になるわ。なんで気づかなかったのあれ。どうやら。行ってみた方が良さそうだな。そのローン会社。あ、ローン会社にも行ける借りようぜならビタミン広場の先にあるわ。なるほどくん。お金なら私が貸すような300。300でも借りたんだか借りてねえんだか分かんねえじゃん。ち、ま、り、あ、も積もれば山となるだから。大事だけど300円も。えー、ビタミン広場の先か。自販機でジュース2本ぐらい買えるからね。300なら。 えーと、ビタミン広場。お、じゃああんたたち自分はそろそろ署に戻るっす。捜査会議があるっすから。お、まこちゃんの事件ですかあれは一応決着がついたことになってるっす。なんか今、大事件が起きてるらしいっすから、そっちっす。ハッキングされたんじゃないわかりました。じゃあさよなら、糸の子さん。じゃ、<laughs> フランクだね。まあ、いつでも会えるからな、糸の子は。あれ、戻ってきた。<laughs> いつでもと言ったけど、いつでもすぎるな。 どうした一緒に捜査したいはやく帰ってくださいよ。じ、実は、この糸のこぎりスケ一生のお願いがあるっす。どうしたお願いあ、あの、ま、マ、ま、コ、あ、くんに、うん、マ、ま、コ、あ、くんに、あ <laughs> かわいいな、お前。か、かわいいね、糸の子は。なんかそのさ、人としてかわいいことするね、なんか、やっちゃったなって思ったからって弁当作ってくれたんだ。しかもお金あんまないのに。 うん。こ、これは弁当っす。早起きして <laughs>、早起きして作ったの <laughs>。こいつめちゃくちゃ愛おしいこいつ。いやあ、友達にいたら最高だな。めちゃひたむきに頑張るし、人情に熱ずいし、いい男だよお前は。まあ、こくん、少し痩せたみたいだったっすから。糸の子さん。うん。嫌になるほどぎっしり詰まってますね、ウィンナー。そこ。 自分には一番のごちそうっすからは、自分の一番のごちそうをこんなに、猫が良かれと思って飼い主さんに、あの、品取り持ってくるやつと同じだよ <laughs>。例えが悪いかもしれないけど、これは茶化してるんじゃなくて、猫ちゃんはさ、スズメとかさ、捕まえて、飼い主さんに良かれと思って持ってくるじゃん。その気持ちが嬉しいじゃん。それだよ、糸の子。ウインナーしかなかったり、それって感じだけど、これを作った意味と、早起きして作ったっていうその気持ち、感情。あ、いいやつだ。お願いっす。一生懸命作ったっす。 これは引き受けよう。断れないよな、さすがに。うん。<laughs> お腹いっぱいのアイテム、インナーが詰まってる。もうなんかすごい、すごい今、心が温かくなった。うん。入婚の手作り弁当。食べちゃうかもよ。私、まゆいちゃん。食べるな。それはいくらまゆいちゃんでも許されない。うん。じゃあ、その、くれぐれもよろしくっす。お行ってこい、いたの子。バイバイ。こっちも行ってくるな。ちゃんとまこちゃんのとこ。よし。 もう、あの、保管はいいや、とりあえず留置してこう。